夢を諦めないコンプレックスの先に光があるから。キャラメルコックポーン。僕の名前はシュン。一応バンドマンだ。音楽で食っていけるように夢を追い続けているんだけど、新型コロナウイルスの問題が発生して以来、ライブは軒並み中止。バイト先のカフェも潰れそうになるほどのダメージを受け、僕は辞めることになった。僕には才能もないし、自分の声も好きになれない。さらには体も小さい頃から弱い。いっそ音楽の夢を諦めて普通に就職しようかな。おいシュン、それは本気で言ってんのか。はっ、トールくん。彼は僕の夢をいつも応援してくれている親友のトールくん。お前、金が稼げれば何でもいいと思ってんの？それとも本当に努力と才能で金を稼ぐ覚悟があるのか？え？今までずっと音楽で食っていきたいって言いながらも、なんやかんや理由つけてカフェのバイトを辞めなかっただろ。それはまあ、今音楽に専念できる状況になった途端、またその場しのぎの仕事を探してるんだろ。でも僕なんて自分の声があまり好きになれないし、才能だって。努力する前から諦めるなよ。カリスマシンガー椎名林檎だって夢を諦めなかったんだぞ。え、彼女もそういう時期があったの？1978年に生まれ、静岡や福岡で育った椎名林檎は、生後間もなく先天性食道閉鎖症という病気が見つかって手術を受けているんだ。小さい頃はバレエをやっていたらしいんだけど、手術の後遺症で体の左右のバランスが取れなくて、その後10年以上続けたバレエも体の歪みを矯正する痛みを克服できずにやめてしまったらしいんだ。椎名林檎さんにそんな過去があったんだ。彼女の音楽は、子供の頃に両親や兄が聴いていた音楽やバレエ音楽の影響が大きいらしいね。肉体を使って表現することを計算して作られたストーリー性のあるバレエ音楽から来てるんだ。だから独特な世界観を作り出せるのか。僕とは大違いだよ。バレエをやめた頃、彼女の情熱は音楽へと向かっていく。そこからバンドを組んで楽曲を制作し、ミュージシャンを目指すようになった。ただ、シュン同様、椎名林檎は小さい頃、自分の声が嫌いだった、なんて話もあるね。え、そうなの？あのハスキーボイスが最高なのに。彼女が自分の声にコンプレックスを感じて歌うことをやめていたら、唯一無二のシンガー椎名林檎は誕生しなかった。ここで重要なのが、コンプレックスを克服した先に本当の輝きはあるってことさ。克服した後どうなったの？その後、椎名林檎はデビューが決まったんだけど、彼女が作り出す音楽は独特で、レコード会社のディレクターの頭を悩ませたらしい。え、どういうこと？ディレクターもなんとか彼女の楽曲を売れる型にはめようと考えたらしいんだ。でもそれじゃあ彼女の魅力が死んでしまう。だから手に負えなくなったディレクターは、最終的に天才ベーシスト亀田誠治にお願いし、二人三脚で音楽を作るよう仕向けたってわけさ。ここで亀田さんと出会ったんだね。椎名林檎と最初に話した時の様子を亀田誠治はこう語っている。私はマライア・キャリーも好きですし、サウンド・オブ・ミュージックのサントラも大好きです。ザ・ピーナッツや首里英子さんも大好き。でもマックスも好きです。この子には音楽をジャンルや時代で分ける意識が全くない。サブスクでいろんな音楽に接することができる。今の時代を予言するような音楽の聴き方を彼女はすでにしていました。リンゴさんの音楽の愛し方が一致していたので、すぐにリンゴさんのルーツを受け入れることができた。自分の中で正しいと思っていたことの映し鏡に初めて出会えた感覚でした。そして音楽的なボーダーを超えて自分のメッセージを発信しようとするアーティストがこの時代にいることに本当に感動しました。なんだか運命の出会いみたいだね。そして椎名林檎と亀田誠治は約1年かけてデモテープを作り続け、ついにデビューシングル幸福論をリリース。その後数々の大ヒット曲を世に送り出し、カリスマシンガーとして駆け抜けた彼女はなんと2001年に結婚産休を宣言。その後活動を休止してしまうんだ。え、椎名林檎さん辞めちゃうの？実は彼女、2003年頃には引退を考えるほどに音楽活動を継続させるモチベーションが見出せなかったらしいんだ。その時にメンバーたちのために書き下ろすつもりで曲を書けば意欲が湧くのではないかと考え結成されたのが、ああ、東京事変だ。その通り。こうしてバンド活動を中心に据えつつ、楽曲提供や映画の音楽監督など幅広く精力的に活動するようになっていったんだ。誰かのためにか。僕は誰のために歌いたいって考えてなかったかもしれない。アーティストが作品を作り活動をするとき、本当は自己表現や承認欲求なんかを超えて、なぜそれをやるのか、それでなければならないのかという点に向き合うのは大切なことなのかもしれない。椎名林檎さんの発想力、僕も欲しいな。実は彼女、曲の発想はどこから？という質問に対して、人々のツイートを覗き見ててなんだか落ち込んでると思ったら、そのことに対して送りたいとか、こんなサウンドでスカッとしてほしいとか、そんな感じで曲作りしているらしいんだ。意外、自分の好きなように作ってるのかと思ってたけど違うんだ。
そうさ、椎名林檎は書きたい曲を書いているようでいて、いつもそこにはリスナーの存在がある。リスナーの、特に女の子たちの人生のサントラになってほしい。その気持ちから生み出される音楽だから、胸を打つっていうか、地球にグッとくるんだぜ。なんか僕もないはずの子宮がうずくような気がしてきた。あったらいいなって思う曲を作る。まさに発明家だね。直接いただくお手紙だとわからない。第三ではない本音を見たい。彼女はいつも本音を探している。現実から目をそらさない。その潔さと疾走感が人々を引きつけているんだ。僕も今まで現実から目を背けてきたけど、これから自分の人生と向き合ってみるよ。幸い、今時間だけはたっぷりあるからね。トールくん、ありがとう。椎名林檎さんを見習うよ。みんなの望む生き方ってどんなの？もしかしたら気づいた今が絶好のチャンスかもよ。みんな、見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと動画がアップされた時すぐにわかるから押しといてね。次の動画もお楽しみに。